2015年の時矢大学入学式を挙行いたします。入学生一同礼。人間科学部378名、コミュニティ振興学部128名の諸君に、本日時矢大学への入学を許可いたします。さて、入学式にあたり新入生の皆さんに学長として一言申し上げたいと思います。まず皆さんにとって何よりも大事なことは自分の能力や適性をしっかり把握することであります。このためには何よりも誠実に、そしてまた真剣に継続することが重要となります。地道な努力は必ず報われます。入学生代表、入学の言葉。代表、村上純太君。国際協調が重視され、国際化が進む社会の中で、異文化に対する理解を深め、世界的な視野を身につけることは、とても重要なことだと考えます。四国の文化についても学び、知識を深めたいと思っております。以上をしまして、2015年度常磐大学入学式を終了いたします。新しい生活が始まるなと思って、やっぱり社会に向けて、やっぱ準備期間としてうまくやっていきたいなと思います。社会福祉になりたいので、それに向けてのボランティア活動などをいっぱいしたいなと思って、4年間を有意義に将来のためにつなげる勉強活動をしたいなと思います。